This is ライブ c 2020.1231は2020年12月31日に生配信された日本の男性アイドルグループ嵐の活動休止前最後のコンサート。同日をもって活動休止に入る嵐の単独制配信によるコンサート。2020年12月31日に嵐のライブを開催すること、またそのライブを生配信することは 2019年1月の活動休止会見の時点で計画されていた。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあって、無観客での生配信となったが、会場に設置されたパネルに当選したファンの姿がリアルタイムで映し出され、メンバーと交流できる仕組みや、ファンが事前に応募したダンス動画や歌唱動画がスクリーンに映し出されるなど、 ファン参加型の企画が随所に盛り込まれた。当初は会場は非公開となるほか、見逃し配信はされないと発表されていた。公演終了後、会場が東京ドームで行われたと報道されたほか、リピート配信が2021年1月8日9日10日に行われることが発表された。12年連続12回目の出場となる。 第71回 NHK 紅白歌合戦には生配信を一時中断した上でこの会場から中継出演し25番目に歌唱。なお、嵐は NHK 紅白歌合戦においてここ2年、白組鳥及び大りを務めていたが、今回は鳥を務めることはなかった。2021年2月28日より YouTube にて本コンサートのダイジェスト映像が配信された。 公演に先立って、嵐公式、YouTube チャンネルにて、This is 嵐ライブみんなで準備だ。TV と題し、配信に向けた準備について、嵐メンバー本人が説明する動画が、計11本公開された。ワイルドアットハート桜咲化粧タイムパーティー、スターターズ言葉より、大切なものがっつ、風の向こうへいつか秒針の青頃つなぐ、ターニングアップドゥーユー、明日の記憶アンダブラブレインボー。 ステップアンドゴーエナジーソング絶好調調。When バ e v e r You Call レーション台風ジェネレーションピカ、アンチーダブルクノ歌タエアーシモンスター迷宮ラブソングマイガールハッピネス、ara, song, 感謝感激雨嵐ザ・ミュージックネバーエンズ・ラブソー、スイート。ありがとうございます。